はいどうも、トシボイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは、早瀬さん、黒い箱が見えますよ。呪術を使えるようになるんじゃないかって話があったじゃないですか。呪いのなんだっけ、儀式みたいなものをね。そうですそうです、うん、まあ、ちょっとね、あの知らない人の方にも簡単に説明したいんですけれども、はい、そもそもですね、いろんなところに行くと、うん、あなた黒いですよってよく言われるようになったんですよ。はい、それっていうのは呪物を集めてるから、もしくはまあ心霊スポットやあんま良くないところばっかり行ってるから黒いものが集まっていて、あなたの体が孤独になっていますと、うん、そういったことがずっと続いていく中で、うん、あるお寺から連絡がありまして、呪いっていうのに食われるんじゃなく、うん、自分で呪いを飼ってみませんかと。コントロールできるんでしょう。そう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 、はい、呪いと番犬っていうのは一緒やと、うん、ね、あのほっときゃ手噛むけれども、うん、飼いならせば番犬になるんだ、呪いもこれ一緒なんだから、ハイセクもやってみたらどうって言われて参加して、それがテストになっていて、実はね、はいはい、それをクリアして、あなたはじゃあ呪いをいつか使えますよっていう。まだ分かんない。そうなんです。でそのタイミングはあなたが絶対に分かるんでって言われたんですよ、うん、そこまでは話したと思うんですけれども、はい、進展ありまして、ほう、ちょっと僕もゾクッとしたんですけど、ある方から DM で連絡が来たんですよ。はい、かやさん最近何か変わりませんかと、うん、何か身の回りで変わったことありませんかって言われたんです、うん、それっていうのはその僕の周りではなく、あなたの身体の身の回りで、はい、って言われたんですよ。でもこういった出会いって実はもう何十と来ていて、うん、というのもこういう風に呪物集めてますとか、うん、そのまあ試練を、うん、クリアしましたよって言ったぐらいからすごい来るんですよ、うん、やっぱりねみたいな、うん、俺だって来るもん、うん、もう常になんか黒いのついてますよみたいなとか、なんか言われるよ、うんうん、早瀬さんの目は紫ですみたいなね、うん、よく言われるんで、もう、うん、得てって思いながら、ね、うん、でも一応読むんですよ、うん、その中に本物が紛れてるかもしれないから、まあ、あんま言われたことないのとかね、気になるしね。そうですね、うん、で見ていくと、うん、早瀬さんと、あなたが身の回りで変わりませんかって言われて、うん、え、何も変わりないんだけどなぁと思いながら、何も変わりないですって一応返信するんですよ、うん、そしたらまたそのままふっと来て、それっていうのが、うん、あなたをねと、うん、声を聞きながら目をふとつむるんですと、うん、林さんの声を聞こえている時にだけ何か頭の中に黒い箱のようなものがイメージされるんです、うん、って言うんですよ、うん、真っ暗な部屋の中に黒い箱がポツンとあるんですって、うん、真っ暗な中、黒の箱、黒の箱なんですよ、うん、でもそれがしっかりあるようには分かるんですって、見えるんだ、うん、はい、で自分っていうのは霊媒師をしているって言うんですよ。ああ、そっちの人なんだ、はい、うん、調べると出てくるんですね、うん、名前も、うん、で検索するとブログとかに、あ、彼は本物ですみたいな、男性なんですけど、うん、彼は本物ですっていう風に言ったりするんですよ。うーん、おりゃーと思って、うん、黒い箱か、まあ、おもろいなと思ってたら、うん、また次の日ぐらいに同じようなものが違う人から連絡来るんですよ、うん、林さんの声を聞きながら目をつむると黒い箱が見えますって言って、うん、あれは同じだと思って調べてみるんです、うん、したら全く違うところで活動してるんですよ。あ、その人はその人で、そう、また別のところの霊媒師、霊能者、霊能者みたいな人で、全く違うと言っても、うん、ネット社会ですからどっかでつながって、うん、なんかこいつちょっと連絡してみようってなったんかもなってまあね、疑っちゃう、まあまあ、うん、力を合わせてこいつを、そう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 こいつにすごいとんでもねえ高い呪物買わせようととかね、うん、そのあるかもしんない、うん、あるかもしんないから、そうだから僕は信じてなかったの、うん、まあでも2つリンクしてると面白いなーって思ってたら、うん、次は僕を試験に誘ったお坊さんから連絡来たの、うん、林くん使えるようになったって来たの、うん、ほう、なんでですかって言ったら、うん、黒い箱が見えるよって来たの、うん、その瞬間俺ゾッとして、うん、その人が他の人と繋がってるわけはないの、うん、超田舎の、うん、言い方で言うと超ジジイなの関係ねえだろ別にジジイだって繋がれるよ今、ジジイは今の時代、ごめんなさいごめんなさい、ジジイは繋がれない、繋がれるよ、ジジイは繋がれないんです。もう本当に偏見が全く違うの場所がもうだし、うん、まあ、SNS とかあんまやってなさそうってことね。ジジイを繋がれないから。そんなことはないけど。もう。繋がれるジジイはいるけど、そう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 、多分その人はそういうタイプじゃない、ね。繋がれないジジイだったの。はい、はい。うん。まあ、これ見てるんです、まあ、まあいいです、ジジイほんとすいません。うん、その人だったの、うん。で、その人も黒い箱が見えるんだと。あとは開けるだけだねって言われたの。うん。ゾッとしてさ。うん。3人目なの、これで。黒い箱シリーズ。うん。や、
何それ黒い箱って思って、うん、で自分もねちょっと恥ずかしながらですけど、うん、自分の動画を流しながらね自分が喋ってるところで目をつむるので、黒い箱をイメージするっていうから、あ、自分でやるの？自分でもやってみた、うん、他の人がそう見えるっていうから、うん、やってみたら僕は全く何も見えなかったんですね、うん、まあまあ人から見えるんやろうかと思いながら、でも3人も言ってるし、うん、まあ、その人も言ってるしちょっと面白いなと思いながら胸に置いておいたの、うん、だその後に不思議なことがいくつか起こるんですよ。はい、僕らねビッケブランカさんのライブに行ったんですけど、うん、ビッケブランカさんのライブに行って、うん、4人で行ったんですよ、うん、僕ら夫婦と岸本さんとあとテレビのプロデューサーさんね、うん、女性の4人で行ったんですよ、うん、4人で、じゃあ岸本さんもいたと思うんですけど、その時にそのプロデューサーさんが、早瀬さんすっごいある瞬間線香の匂いがすごいするんですよねって言ったの覚えてます？あー、なんか言ってた気するわね、うん、線香の匂いするね、うん、みたいな、ふっと見ると早瀬さんが乙女になっている時なんですよ、うん、ビキさんの僕ファンですから、自分の好きな曲とか、うん、わ、ここかっこいいなーっていう時に、うわ、ポーっとなってる時に、うん、草線香草こいつって思っちゃったんですって、うん、それがふっと見たら毎回このトローンとなってる時なんですよ、うん、でまた別で、うん、夫婦で次は結婚式参加したんですよ、うん、結婚式参加して奥さんが急に線香草って言い出すの、うん、でも線香臭くないんですよ、別に線香立ってるとこないし、うん、あとその屋外だったの、その時って。屋外ライスシャワーかなんかするときに、うん、まあ、花持ってて、待ってるときに、草、線香草って俺に言ってきたの。へぇー。で、俺は全くしてないの。うん。で、ライスシャワー持ってこう待ってるときよ。うん。草って言われて、何やねん。ライスシャワーが臭いわけないしな。うん、感じ悪いな。うん、うん。って思って。うん。でも今思うと、あっって、それ二つ、うん、共通点。リンクしている、そう、共通点があるんですよ、うん。それっていうのが、手を合わせてるときなんですよね。うんうんうん。感動してるとき、うわ、かっこいいって話したんですよ。ライスシャワーのとき、うん、さあ、めがけて投げるぞってこうしてたんですよ、僕。うんうん、こうね、うん。どっちも感情高ぶって、うん、なおかつ手を合わせているときだけ、線香臭くなってるんですよ。これマジで。いやいや。笑けるけど。なんだろうね、それ。ほんまやねん、でも。うんうん、こう、そう。発動条件。そう、こうなの。で、感情高ぶったら。だから僕が使える呪いって人それぞれあると思うんですけど、例えば呪術回戦やったらば、うん、なんか釘バーン打ち込むとか、うん、なんかありますよね、空間。固めて、そうそうとか、ね、空間を歪ませるみたいなのあると思うけど、うん、俺は、感情的な手を合わせると線香臭くなるっていう呪いなんですよ、多分。呪いと言っていいかも危ういような能力だけど。能力、ね。うん、まあまあ。でもまあ、うん、それが本当だとしたら、それはコントロールできそうだね。そうでしょ、うん、例えばですけれども。わかりやすいもんね、仕組みが。すごい外敵がいるとしようよ。うん、ナイフ持ってる。うん、おい、早せーつって、おめえ、むちゃくちゃ嫌がってみたいなね、うん。俺がむちゃくちゃ言ったとして、うん、お前、殺しやるよっつって、うわーなって時、俺がふっと手を合わせると感情的になって怖いというイメージで、うんうん、まあまあね、したらザッ戦国さうんザクですよね。スカンクと一緒よ。そう、スカンクと一緒。でもスカンクほど臭くないっていう線香の匂い、なんだ、まあ この線香の匂い、俺がその暴漢なら線香、うん、臭くても刺すけど、刺すよ、ザクをいきますけど、関係ねえから、臭っ戦国さとはいえ、あ、まあそのもう立ってられないぐらい臭かったらまあね、うん、あれですけど、線香って別にそこまで悪い匂いじゃないからな。そうなんですよ。いや、これなんかなと思いながら、うん、なんですよ。いや、もうほんとこんぐらい。あと箱はいいや、え、箱も、それは箱はいいや、なんもないの。箱なんもないです。ああ、そうなんだ。俺なんかその箱がまた関係してんのかなと思った、ね、もしかしたらその箱が線香臭いのかもしれないけどね。だ、そのさ、手合わせて、うん、こう感情高ぶった時だけ箱が開いて、うん、そっから線香の匂いがしてんじゃないの。線香がじゃあ中にあるんですね。そうそう。ふーっと煙が焚いていって、くさっなんていう。いらねえ。これが俺の能力だ。いらねえ。発動条件は感情的に手を合わせる。うん、すると、箱がふっと開いて、線香臭くなるんだぜ。これが俺の能力さ、みんな。逆らうな、俺に。さ、でも、え、それ以降、うん、他の人にまだ言われてはいないわけじゃない、その、ね、箱の続きを。線香臭いはあるけれども、他にもあるんです、実はね。うんうん、あるんですけど、箱の続きはないですね。その3人かそれさぐらい。だから、これ、もし配信したらさ、うんうん、みんなの元にもっといるかもしれないじゃん、箱を。うちに来てるっていう人が。ああ、そういうこと？で、うちは空いてますっていう人がいるかもしれないじゃん。うん、その中身何か知りたいよね。そうですよね。わかるんだったね。あとは開けるだけだよって言われたんですけど。前が開けるのかな、それは。いや、わかんないですよね。って。
でも前聞いた話をそのまま、まあ、あの喋らせていただくと、使える瞬間が絶対に分かるって言うんですよ、うん、それで言うと僕は分かってないんですよ、うん、まあ、分かったっていうのもこれ、うん、外的要因で分かったんですね。そうみんなが言うから前の感覚で分かってるわけじゃないかな。僕は分かってないんで、まあ、分かんないけれども、まあ、これがちょっとね今のところこういう結果です、経過ですよという話だけちょっと伝えたかったんですけど、うん、あともう一個あるんですよ、うん、あのね、絶対に嘘の霊能者だったんですよ絶対に嘘ってペテンの、うん、それはめちゃくちゃ難しいよ、うん、逆にこれはね絶対にペテンなんですよ。絶対って、いや絶対にペテンなんですよ絶対にペテン、しかもちゃんとお会いしたの、うん、ね、うん、ちゃんと紹介言えの紹介してもらって会ったの、うんうん、で結果、うん、ペテンっすねって言ったの、その人に直接言った、うん、嘘じゃないですか、うんうん、って言ったの、うん、いやーごくって思って、なんか飲んだよ、なんかミルクかなんか頼んでて喫茶店飲んでたんですけど、いやその喉の渇き方嘘じゃんやっぱりって痛いとこ疲れてるじゃんって思っちゃったんですけど、なんかミルク頼んでたな、ホットミルク頼んでて、ごくごくごく、はあ、あんまりホットミルクね、ホットミルクってあの落ち着きたい時飲むやつだ。そうです、だから絶対それ多分嘘と言ったと思うんですけど、ヒヤヒヤしてたもん、これ言いますからねって言ったら、いや全然いいですけどって言われたのが言うんですけど、ペテンなんです絶対にね、先に言うんだ。そう、その人からまあ見てもらったんですよ、いろいろね。何を見てもらう僕と岸本さんについてる、うん、悪霊が何かっていうのを見てもらったんですよ。それはあっち主導で来たの、こっちから行ったの、紹介してもらったの、うん、で誰を見てほしいって先に連絡が来たんで、もちろん僕自身もそうですし、うんうん、あとまあ動画でね岸本さんも出てるので、俺もよく言われるし、ね、岸本さん、あとまあ奥さんも一応見てもらいました、うんうん、そしたら岸本さんについてる悪霊、あ、俺もついてるの？そう、まずは、はあ、3人ついてました、一応。あ、3人ともついてました。でこれ、うん、払わないとやばいらしいんですよ、うん、だ何がついてるか知りたいじゃないですか、何にしても。う、払うにしても何がついてるのって話、うんうん、岸本さんには、うん、大量の、うん、サイコロステーキのアプリが出てきて本物かもしれんな。なんでやねん。お皿がたくさん並んでるんですってで聞いたら、なんかあのちゃんとした鉄板のプレートで、鉄板のプレートは熱々でこっちで焼き加減を試せるやつ、うん、触るとダメですよって、鉄板、うん、熱々のプレートの上にサイコロステーキがついてて、それがもういくつも並んでるんですって、首の周りにこうやってあのいいよ別についてていやいや、払わないと痛い目に遭うって言ってました。サイコロステーキで何ちょっと生焼けでお腹壊しちゃうから言ってましたよ。じゃあ気をつけてくださいね。まあまあ、で僕気をつけようがないけど、なんですけど、じゃあ僕は何出てますかって言ったの。そうだよ、お前、俺がサイコロステーキなんだ。そう、林さんは、白子ポン酢が大量についてますって言われてなんかやっぱ飯なんですよね。ああ、白子ポン酢がちょっとわかるわなんでやねん、白子ポン酢が大量についてます。ああ大量なんだ。大量に、もう大量に。それ何なん、うん、悪霊なんそれは。言ってましたよ、払わないと大変な目に遭うって言われました。あの店にある白子ポン全部持ってきての人じゃん、うわーってあるんですけど。でもお前白子ポン好きだもんな。好き、まあ、それ誰にも言ってないですけど。だろ、好き好き。別にサイコロステーキ好きだし、うん、みんな好きやると思う、この2つだから好きなものを食べることによって、うん、それが悪の行為になってるのかなと、ね、ああそういうことですか。その要はね、確かに生き物ですもんね、うんうん、白子もね、そう、それステーキも、それの単体が食った分だけついてんのかな、うん、とか思ったけど、そうそう、だからあ飯飯なんやと思って、うんうん、で奥さんの写真も見せてね、うん、で奥さんはどうですかってついてますよと、うん、悪霊ですって言って、うん、どんなですかって言ったら、うん、黒いクマって言ってた。ちゃんと怖いやつちょっとありそうじゃんそれは。黒いクマですって。それはありそうじゃん。で目に矢が刺さってるらしいですよ。うわ怖っ。そう、黒いクマがあの奥さんの周りにいて、奥さんを探してますって言って、急に怖っ。何それ。それ聞いた順番さ、うん、奥さん最後だった。奥さん最後でした。ああ多分お前の顔色見てあれ食べ物聞かない、うん、ってなったんじゃない。だからその時に言いました、あのペテンスかってあれペテンスかって聞いたら、え、そんなごくごく、いやいやごく、はあ、イエスとも言わない。いや、終わりじゃない。お前のターンだよ。イエスとも言わないみたいな。いやー。いやいやいや、それって、払えるの？じゃあ、その人は。払えるって言ってたんで、うん、一応奥さんだけ払ってもらいました。熊だけ？熊だけ一応払ったんで。俺も払えよ。ちょっと怖い。最高の、嫌だよ。いやいや、これ、お金かかるんですよ、払うのに。あ、お金かかるんだ。お金かかります。
はい、ああそれはちょっと怖いね。そうなんですよ、うん、一応あの500円で払えるんですけど、だからそのミルク代と喫茶店代は僕が払いました。なるほどね、うん、でちゃんとそのお金のやり取りっていうのがないと払えないらしいんですよ。そうなんだ。ちゃんとね、うん、まあまあまあ、契約なんで。それは別にその人それぞれ。そうで、その人っていうのはあの自分に漁師がついてるらしくって、ほう、その漁師を使って払うらしいんですよ。クマを退治してもらうって言ってたで、じゃあ僕の白子ポン酢と木下さんのサイコロステーキ払うときはって言ったら、その漁師に食ってもらったって漁師である必要ねえじゃん。でその漁師を使って払うらしいんですよ。漁すごいな、うん、漁師のなんかテリトリーの中で全部住むものしか出てこなかった。漁師がサイコロステーキを食って払う、漁師が白子ポン酢を食って払う。ちょっと待って、でも漁師食える、うん、そんな大量に。いや、わかんない。だから、食い残しちゃうんじゃないの？日を分けて、一日じゃなくて、何日かに分けて食べるんじゃない？いや、わかんない。そこまで聞いてないから。いや、面白いな、でもそれ。いや、っていう、ちょっと変わった、霊能者にも見てもらいましたけどね、最近。いや、全然ありっすね。ありっすね。面白いと思いますよ。いや、ドペテンやろ、こんな野郎。こんな野郎。ペテンかどうかは知らないけど、うんうん、面白いわ。ただ、ツイッターやってたんですよ。うん、でこういう人ってなんか俺らから見たら、いや、どなんやこいつって思うけれども、うん、ツイッターのアカウントとかとすっごい人気あったりするじゃないですか、こういう人って、ね、まああるよ全然、うんうん、あのね、フォロワーが2でゲームのなんかよくわかんない企画みたいなやつばっかりリツイートしてたなんか当たるみたいな。別に霊能系の書いてるわけだよね、うん、でも霊能者で書いてましたよ。あ、そうなんだ。霊能者で書いてますけれども、漁師の日常とかね、書いてほしいよねまあまあ確かに。どっちかっていうと普通にゲームばっかりやってるって、ゲームは好きって言ってましたよ本人も。はあ、うん、っていうね。興味深い。そう、ちょっと僕の、どっちに興味持ってんねん。俺の黒い箱に持たないかよ。黒い箱と、黒い箱も、両親食ってもらえばいいじゃん。開けてね。線香消してもらって。って消してもらえるかもしれないけれども。うん、まあまあ、そういったような、ちょっとまあ僕の進展と、うん、あと、まあその、両親を扱って人を払ったりするっていうですね、うん、変な霊能者をですね、ちょっと取材させていただいたという、そういうお話でした。以上です。ありがとうございました。でした。はい、ということで我々サブチャンネルやっております、トシミナティチャンネルです。そちらも登録お願いします。はい、お願いします。さらにニコニコチャンネル、トシボーイズの秘密クラブ、こちら、会員制でございます。こちらもぜひお願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破を目指しております。1億人突破しましたら自分に合う霊能者っていると思うんですよ。うん、まああるでしょう。はい、自分はこういう風な症状が起きている、うん、現象が起きている、これ払える人いませんか。僕はこれ払えるよ、でも彼は払えないとあると思うんですよ、うん、合う合わないがあると思うので、それをマッチングできるアプリなんてできたらねちょっとおもろいんじゃないかなと思いますけどねスーパー叩かれると思うけどねそれもう炎上率が炎上になる。いやいやいや、本当に僕はみんな救おうと思ってこのアプリを作ろうと思ってるんですよ。1億人突破したらですね、霊能者のマッチングアプリを作ります。ぜひはい、お願いします。以上です。ありがとうございました。